ビューティー、ガラッと変わるアフターファイブの華やかクイックメイク。先週は J ビューティーエキスパートのメイクアップアーティスト平本恵子さんに10分でできて、しかも手抜きに見えないクイックメイクを教えてもらいました。今日は朝使ったアイテムにほんの少しプラスするだけでできるクイック&華やかメイクに挑戦です。 Today's Beauty Trick After 5は3つのアイテムを増やすだけ。まずはファンデーションなんですが、やはり時間が経つとどうしても崩れてくるんですね。でも朝のファンデーションを使うんではなくて、アフターファイブはコンシーラーでささっとクイックに直していきましょう。化粧崩れしやすい目の下、小鼻の周り、口の周りに塗ります。目の下を直すときは綿棒で崩れた部分を取り、それからコンシーラーをつけるとスムーズにお化粧直しができます。コンシーラーでカバー力が強いので、そんなに何度もやらなくても綺麗に隠れますよ。次はアイメイク。朝は使わなかったアイシャドウを使います。色は深めのグリーン。まず少し明るめのモスグリーンを目頭からまぶた全体に入れますね、はい、その後で少し濃いめのモスグリーンを目尻から目の真ん中にかけて入れていきます。あ、綺麗ですね。すごいキラキラしてアフターファイブっぽいですね。じゃあ反対側をやってみますか。はい、どうぞ。モスグリーンだとちょっと目が暗めになりがちなんですけど、はい、少しラメが入っているので暗くなりにくいので華やかな感じになりますよね。ですね。どうでしょう。あ、綺麗ですよ。ではここで朝使ったアイライナーを入れていきますね。はい。朝と一緒でまぶたを上に引っ張り、目の際まで埋めていくように塗りますが、アフターファイブにはもう一手間。今度は目を上に少し上げて、少しだけ目尻に入れますね。そしてこの後に綿棒なので動かします。やはり目の下はアイライナーを入れたままだとちょっと強い印象になりがちなので、はい、綿棒でぼかすと少し優しい印象になって、それでもドラマティックな感じで綺麗になると思いますよ。はい、はい、あ、すごいいいですねとても上手です。アイメイクの最後はマスカラ。朝のメイクの上に重ねて塗ってアイメイクの完成です。次は口紅ですね。はい、朝は使わなかったんですが、今回はリップライナーを使います。リップライナー、はい、今日はこのお色を使いますね。ベージュに近い色を使い、輪郭をしっかりと描きます。そしてこの上に朝使ったリップバームを使います。はい、リップグロスでもいいんですけれども、はい、やはりたくさんの化粧品を持ち歩きたくないですよね。そうですね。ですので朝使ったものを再度使ってもいいと思います。はい、こんな感じで、すごい、なんか口紅を塗ったみたいですね。そうですね、すごく綺麗。そして仕上げはパウダー。これでもう完成ですか。そうですね、これで完成です。あー、すごい。すごい華やかな感じになってて、全然印象が違いますねすごい、もっと簡単ですね。朝の化粧品にコンシーラー、アイシャドウ、リップライナーを足すだけでこれだけ雰囲気が変わるんですよ。持ち歩く化粧品はミニマムにしたいですものね。筒井さん、どうでしたか。本当にすごく短時間でできて、もうびっくりですよ ね。あと使う化粧品が少ないっていうのもすごく楽ちんですし、はい、これで手抜きに見られないっていうのもありがたいところです、ですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。